アルンシュタインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のマインシュペッサルト軍に、属す市である。ドイツの主要遺線と主要経線が唯一交わる、地点が市内にある。本市は、ドイツの地理的中心地を占めている。この町は、マインドライエッグを二つに分けるベルン川沿いに、位置しており、 シュバインフルトから約 20km、ビトルツブルクから約 25km、アウトバーンのシュバインフルト、ベルネックジャンクションから 9km の距離にある。地域の南部はグラムシャッツの森にあたる。バイエルン州測量管理局によれば、ウンターフランケンの地理的中心はアルンシュタインのビューヒョールド地区にある。アルンシュタインは12地区、20集落に分けられる。 本氏の地名はもともと中世の城塞名をその由来としており、人物名アロがアルンシュタインの紋章に描かれていると中高ドイツ語のシュタインとからなる。アルンシュタインはもともとヘネベルク家の所有地であり、リーネック家及びトリムベルク家の霊園であった。アムトとトリムベルク城を含むアルンシュタインは13世紀末にビルツブルグ市教領となった。その直前に、 アルンシュタイン城は建設され、借金の担保として、フッテン家に、七入れされた。都市圏の授与は、1333年に、皇帝ルート比ヒ4世によってなされた。都市の発展に重要であったのが、トュンゲン家とフッテン家であった。フランケン帝国クライスに属していたビュルツブルグ、市教領のオーバーアムトは1803年に世俗化、されて、バイエルン領となり、1805年に、 トスカーナ大公フェルディナントによって創設されたビュルツブルグ大公国領となったが1814年にバイエルン王国領に戻された。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の自治体令により現在の自治体が形成された。アルンシュタインには古くからユダヤ人が住んでいた。この町は1298年のリントフライシュ迫害事件の現場となった。 その後14世紀半ばから再びこの町にユダヤ人が住むようになった。近世のコミュニティは16世紀の入植を起源とする。30年戦争の間、ユダヤ人は明らかに何度も定住していた。これは田舎から都市に流入した可能性がある。1675年、アルンシュタインには4家族のユダヤ人がいた。 1699年には、ユダヤ人コミュニティは35人であった。1740年頃になると、ユダヤ人は7個になっていた。1800年頃、当時のアムト・アルンシュタインでは、アルンシュタイン崖に、ユダヤ住民がいた。ユダヤ人家族は皆、当初は、カベ沿いのベッテンドルファー門から、ジーゲルスドルファー門までのかつての有田合姿に住んでいた。 ユダヤ人家族は19世紀初めまでほぼもっぱら公益を営んでいた。19世紀中頃に市内に店舗をオープンした。コミュニティが設けたのが旧ユダヤ人が捨のシナゴーグ宗教教育のあるユダヤ人学校ミクワーである。ユダヤ人コミュニティの使者はラウデンバッハ、オイアーバッハ、シュバンフェルトに葬られた。 1924年時点でアルンシュタインには35人のユダヤ教信者が住んでいた。当時6人の修学期の子供たちにはヘルマン・ホルレンダーが教育を行った。このコミュニティはシュバインフルト・ラビカンクに属した。代表者はザロモン・バウアーであった。1932年の修学期のユダヤ人の子供は3人だけであった。 1933年に29人のユダヤ人が住んでおり、1935年には移住により32人に増えた。抑圧手段の高まりにより、1938年7月末までに25人の住民が他の町や外国に移住した。1935年に4人がパレスチナへ、4人がアメリカ合衆国へ移り住んだ。1937年に、 医師のエルファイルヒエンブラウが逮捕され、1939年に懲役刑を宣告された。彼の痕跡はこの日から途絶えた。1938年初めにコミュニティは解散を宣言した。1938年11月排斥運動の暴動直後に最後まで残っていた二人のユダヤ人が街を去った。1938年11月以後アルンシュタインにユダヤ人は 住んでいなかった。夏時代、アルンシュタインの多くのユダヤ人が殺害された。1972年1月1日、それまで独立した町村であったビンスバッハが合併した。1972年7月1日にビューヒオールトがこれに加わった。アルトベッシンゲン、ビンスフェルト、ハルスハイム、ホイングルムバッハ、ミューレスハイム、ノイベッシンゲン、 ロイヒエルハイムは1974年7月1日にこれに続いた。1978年5月1日にゲンハイムとシュベーベンリートが合併した。1988年から2018年までの間にこの町の人口は7723人から8125人へ402人、約5.2%減少した。 アルンシュタイン市長者アルンシュタインの市議会は20議席で構成される。アルンシュタインの市長は2019年からフランツヨーゼフ・ザウアーである。彼は83.7%の票を獲得して市長に選出された。前任者のアナシュ・トルツは2014年から市長を務めたが2018年10月14日にバイエルン州議会議員となったため新たな市長選挙が行われた。 図柄、銀字。緑の蜜の山の上に翼を広げて振り向いた金のくちばしと爪を持つ黒い和紙。この紋章は14世紀にまで遡る。アルンシュタインは以下の都市と姉妹都市関係にある。アルンシュタイン上高天記念碑、アルンシュタイン市内に北緯50度と統計10度の高天がある。これは主要内線と経線が交わるドイツで唯一の場所である。 北緯50度線は、マイン線にあたる。東経10度線は、大陸を分けるベーリング海峡が、軽度180度線からずれているため、この海峡を両端とするように開いた、世界地図において、中心的な垂直線となる。1980年代以末に、アウトバーンのシュバインフルと、ベルネックジャンクションの西 5km の連邦道、B26A 号線北側に、 光天記念碑が建設された。この石の記念碑はバスビュールの彫刻家、ユリアン・バルターによる円柱の上に地球が乗っているデザインである。玉の上には象徴的に遺線と桂線が彫り込まれ、その光点にアルンシュタインの紋章が描かれている。この記念碑は厳密に光天に位置しているわけではない。本当の光天は記念碑の222メートル北、数メートル西の空き地である。 1884年の国際四後線会議では、国際本所四後線をベーリング海峡に置くことが議論された。これが実現していれば、アルンシュタインを通る統計10度の経線が180度の経線となっていた。しかし、ベーリング海峡には観測所を置くことができず、電信機能もつながっていないため、この提案は却下された。ゾラアルフェルト・エルラゼ2005年5月。 アルンシュタイン近郊に当時世界最大の太陽光発電施設、ゾラールフェルトエルラゼーがオープンした。この町最大の雇用主は100年ほど前から続くミワ、ミヒャイル・ベンツ、GMBH である。アルンシュタインのミワの本社工場では約400人の従業員が工業用の炉、製パン業者のオーブン、冷却用の窯を製造している。アルンシュタインには1885年から アルンシュタイナー・ブラウエライ・マックス・ベンダーがある。このブルワリーは4世代続く、ファミリー企業である。アルンシュタインには、以下の教育機関がある。また、幼稚園、保育園が7園存在する。市の東を、アウトバーン A7 号線が通っており、連邦道、B26A 号線及びシュバインフルト、ベルネックジャンクション経由で利用することができる。連邦道、 B26 号線と、それに並行して走るベルンタール鉄道は地域を東西に横切っている。カールシュタット、シュバインフルト、ビュルツブルグへのバスが運行されている。アルンシュタイン駅は旅客営業を行っていない。単線のベルンタール鉄道はもっぱら貨物列車が運行している。アルンシュタイン周辺は緩やかな丘陵地である。ありがとうございます。